こんばんは、平井博明です。最近の動画でですね、ヘッドを振ってください、ヘッドを押してくださいってよくワードで出ると思うんですけども、ヘッドの出し方、押し方、振り方っていうのを今日やりたいと思います。これ何でやるかっていうと、出し方をそもそもどうやって出したらいいのかわからないっていう方とか、そのどうやったら押せるのか全然わかんないっていう方がやっぱ多いんで、どうやって僕は押してるのかっていうのをちょっと動画でやりたいと思います。平井博明のワンナップゴルフ。一旦めちゃくちゃ頭の中シンプルにできます、押せばいいんですよ本当にこうやって今こうやってやったんですよ。こうとかこうとかじゃなくて、こうやってやったんですよ。こうやって本当にただヘッドでボールを押しただけです。それができるかどうかです。まずどんな形であれそこに形持ってくるでしょうね。いや、押すっつってもね、うん、どう押すかは多分人のさあ考え方なんじゃない、わかんないけど、横からヘッドでボールを押すの、こうやって。そう、その時にヘッドを押すしか言ってないでしょ、うんうん、だからヘッドを押せばいい。だ例えばこれで、うん、じゃあその時にこうやっていいんですか、こうやった方がいいんですか、そんなこと言ってないの今、うんうん、そう、とにかくヘッドでこねようが何しようがいいんですよ。まずまずヘッドを押す作業ができてからそれです、そのやり方、こねるだろうとかなんちゃらかんちゃらって入ると思うんですけど、まずはヘッド単体で押せてるかどうか。ああ、そう。で、あれね、言いたいことがあった、あのヘッドでボールを押してねってことね。うん、ヘッドでボールを押してねってこと。そう。当たり前なんだけど。そう。あのそうじゃないことが起こってるってことでしょ。起こってる。なんていうんだろう。そっちをやった方がいいか。多分そう、うん、それもんじゃない。まずじゃあそれやる。うん。で、そのなんで押せないかっていう方をまずやります。はい。そう。で、トップ作って。うん。こっからトル君ヘッド押してって言って、ヘッド押して押したね押したの、そう今押した。こっからヘッド押したらさ、うん、クラブってこっから下に行くから、うん、こっちに押しちゃうんだよね。おう、こうやって、なるほど、うん、クラブがこうなった時に、うん、押したら向こう行くじゃない。おう、車も一緒でしょ、左曲がりたいのにここでアクセル踏んだらガンっていくでしょね、こっち曲がった時にアクセル踏むじゃん。そうだね、そうだね、そういうことが起こってる。ああ、押せ押せって言うから、そう、押せ押せって言ってるやつが悪い言い方が、そう、どっちに飛ばしたいんですかっていう方向に押さないと、うんうんうん、まあそれはそうだね。そう、トール君俺のバックスイングどこまでだっつったっけ、このここ、そうだよね、ここまでバックスイング、ね、ここまで、そう、そう、その理由がつながるでしょ。うんうん、そう、うん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 、ここまでバックスイング取るじゃない、うん、そしたらここから押すじゃない、あ、こうやってバックスイングだからね、ここまでは。そう、ここまでバックスイングだから、あ、だからバックスイングでは押してないんだ。押してない、押してない。ここできっちりバックスイング終わる人は、うん、押し注意ね。あ、そっか、そう、こっからすぐ押したら、そっか、ここに押すから、そっか、そっか、こっちに、そっか、そうだね、あ、いろんなところで押せるんだ、そこがバックスイングの人、押せる押せる、ここでも押せるしね。そうだよね、こっちに、そうだね、そうそうそう、そうじゃないんだね。そうじゃない、ボールを押すってなった時に、うん、ボールの同じ面に来た時に、うん、初めて押せるじゃない、うん、そう、そこまで待てるかどうか、うん、だから力んじゃいけない、急いじゃいけない、テンポが速いといけない。押すっていうのがダウンスイングからどうしても押したい方は、うん、ボールに直線的に行った方がいいのよ、動きは。こっからこうやって V になるのはいいの、 V になるのいいよ、いいよ、全然いい、全然いい。V になって悪い球が出た時に考えればいいから。ああ、いいんだ、全然いい、全然いい。なんかボールに向かわせるとなんか今度それがダメなんじゃないかと思っちゃうけど、ああ、なるほどね、それはね、確かにそうなの、かっこ体の回転が止まったら NG なの。あ、そう、体回転してれば V にならないから、 V にしようと思ってもダウンブローになるだけなの。あ、回るから、そう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 、こっちが長くなるから。なるほどね、うん、だから極端に悪い球が出ることはない。
だけど若干球はパワーがない人が打ったら球低くなるし、パワーがある人が打ったら球が吹き上がるっていうのがちょっと出る可能性があるっていうだけ。ああ、打ち込んでるからね。そう、出なかったら全然それは終わり。今のがほとんどその動画で今言ったのは、うん、右手のことを言ってるの。右手で打ってる人用の動画なの、うん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 、でもちろん左手の方もいるでしょ、うん、両手の方もいるでしょ、うん、左手と両手の方ってやることは同じなの。どういうことかというと、まずそもそも言っていい、うん、左手リードの人ってどういう人がやるかって言ったら、トップから切り返しが体から行く人が左手リードをするのね。これはもう絶対なの、はいはい、平井は違うのよ。右手だから、うん、こっから腕で行くの、こうやって、うんうん、こうやって、はいはい、体はこうやってやんない、うん、そう。だそれが右手を使うか左手を使うかのもうそもそもの、あ、そこが違うんだ、分岐点なのね。そうだから腕から下ろす人が左手リードしたら、それはダフる、シャンクする、煽るってなるから、うん、そもそも当たらないから。そうだから左手リードをする人は切り返しからこうやってやる人なんだよね、うん、こうやって引きつけて、うんうん、そうじゃないと左手リードはもううまくいかないから、うんうんうん、でその左手リードの話をすると、うん、左手リードの場合は押す場合は要は左手リードって押さないんだよね、押せないから、うん、そうだね、うん、こっから回転して左腕をこうやって持ってくるでしょ、うん、こうやってしたらここまで来るじゃない、うん、したら体の回転でこうやって持ってくんだ。そう、引きつけ、うんとね、糸を紐を巻くイメージじゃん、こっからこれが紐、これも紐、ここで体で巻きつけるの、こうやって、はいはいはい、全てを、うん、そう、それでボールを放つから、うん、それができないと右手なの、はい、じゃあ右っていうのが成立しなくて、左もそうだけど、うん、そうだからボールを押すっていうのは右の人が言ってるっていうことなんだね。ああ、そうなんだ、うん、だから左手の人は押せないから、うん、巻きつけて引きつけてこうやってボールを飛ばすしかないんだよね。でもきっちりこうクラブは後ろから来なきゃいけない、ボールの後ろから、はいはいはい、うん、それはそうだよね。そうだからここから巻いたらさ、こうやってなるじゃない、うん、そうだね、そうだから左手リードの人もクラブがこうやって降りてきて、うん、まあこっからだったらボールにこう綺麗に入射できるよっていう位置になんとなく来たら、そっからこうやって巻きつけなきゃいけないんだよね、うん、そう。それがねすごいこうダウンスイングの場所、クラブの場所として覚えてないと、うん、なかなか成功しないってこと。押してねっていうのは、うん、右手の人へのアドバイスなわけだ。もちチャンネルが右だから。そうか、そうそういうことね。じゃあそうそうそう、左の人はあのチャンネル解除していただいていや左の人で登録してる人いるのかな。いるよ。いるの。いるいる。右しか言ってないのに。うん、いる。一生右しか言ってないの。いる。右左関係ないネタを探しに来ていただけてるから。あ、そうか、ありがとうございます。いや本当はありがとうございますですよ本当に。なるほどね。嬉しい他ないね。そうだね、うん、だからあの何、押し違いって俺動画で言ったけど、うん、そう、それもちろんヘッドで押すっていうことは間違いないんだけど、うんうん、その押すタイミングとか、うん、どこの時に押したらいいか、押す場所だよね、力む場所っていうか、あの、だからここまで来た時にボールを押しに行くからこっちが力むんだよね。うん、こっからここで力めないから、はい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 、もっとね、うん、助走が必要じゃない、うんうん、だからここまで降りてきて、こっからパンって押した時にここがやっぱこうビーンって力むっていう、うん、うん、それはね、あのイメージとしてまあ常に持っておいた方がいいかもしれない、うん、だからもう確かにその押すっていうのはすごい難しくて、うん、しっかり押してるつもりでも、うん、やっぱりグリップを押しちゃったりするんだよね。これは俺なかなか言わないようにしようかなと思ったけど、言ったネタの一つなんだけど、うん、今の言ったことね、うん、もう一つあって、うん、グリップの太さね。グリップ太いとグリップ押すからね、うんうん、そうなんだ。そうだから俺めちゃくちゃ細いの。俺手はめちゃくちゃでかいのよ、うん、だけどグリップはめちゃくちゃ細いの。あ、そうなんだ、うん、グリップ押したくないから。あ、押しちゃうんだ。うん、手元に重量を持ってきたくないの。あ、はいはいはい、そうだから、うん、グリップ細くしてヘッドの重みを感じてヘッドを落とせるようにしている、うんうん、そういうのがあります。あれなんか聞こうと思ったんだけど忘れちゃったな忘れちゃったな。左手のところで聞こうと思ったんだけどな。俺勝手に話してていい？いいよ。今グリップの話したと思うんですけど、うん、そのグリップを太くするともちろんグリップ重量が上がるんでヘッド重量も上げるじゃないですか、バランス出すときに。したら関係ないんじゃないのっていう
ね、意見もあると思うんですけど、めちゃくちゃ関係あるんですよ。そもそもシャフト重量が変わらないんで、こっちとこっちだけ重量が上がるじゃないですか、うん、ってことはもちろん手元がそのまま重いんですよ。なんで関係ないですなんでとにかくグリップを太くした時点で、うん、グリップを押しやすくなるんで、手が出ちゃう人なんかはグリップ細くした方がいいですよ。手元を軽くした方がいいです。あとは左脇の締め感ですよね、うん、があった方がいいんで、左腕リードの人は体の回転と締め感っていうのをチェックした方がいいですね。思い出せないな、左手リード糸巻き取るようにさ、うんうんうん、引きつけてぐるんって回って打つじゃない、うん、押さなくてもいいって言ってたけど、うん、左手リードやってる人は、うん、自然にって言ったら変だけど、うん、そういう風にできたらうまく打てるっていうことじゃない、うん、そういう風にそうパーツを使えたらうまく打てるね、そう、うん、そこまでちゃんと教えてくれてできてんのかなっていうような疑問が浮かんだんだけど、ちょっと思い出せない。でもそういうことを聞きたいんだと思う。あ、なんていうんだろう、それを自分で気づけるのかとか。いやー、俺は難しいと思うよ。もともとゴルフ始めた時から何も言われなくて、左手リードの人でも意外と難しいと思うけどね。ほんと単純な球技、じゃあ遊びのさ、うん、羽子板とかさ、うん、羽子板なんて両手で持つ人はいないと思うんだよね。ないね、うん、ラリーを続けてくれって言われたら、うん、利き手でこうやってやった方がさ、あ、そうだね、ね、うん、うまくいく、うん、わざわざさバックハンドでやんないでしょ。そうだ ね、 ね、多分こう開いてこうやってやった方がこう、うんうん、なだらかな動きになりそうな、そうだ ね、 そうだね気がするし、うん、でも俺左手リードうまかったよね、この前。いや、うまかったびっくりした自分で、うん、うまかったな先生が良かったねだから、なんだろう、本当ね、前回の右手左手動画でも言ったように、本当どっちでもよくて、ちゃんとできてれば当たるっていうことで、調子が悪い方は、うん、昨日のお客さんもそうだったんだけど、昨日のお客さんこれができなかったの。ゆっくりってこと？そう、これが絶対できない。ゆっくり打てない？打てない、力んでるから。力んでるから、うん、もうこう、こうだった。早い俺多分もっとゆっくりにしてくださいって多分ね15回ぐらい言った。そう、うん、だから15段階ぐらい下げても今のになんなかった。あ、俺がゆっくり言ったのには。あ、だからもっと下げなきゃいけない。なるほどね、うん、例えばそれでこの感じよね、うん、この感じがクラブに振られる感覚がこうやってあった方がいいのよ。あ、そう、まずはそれがあれでしょ、そのヘッドを感じてるっていうか、しなりを感じてるとか、そういう話になってくるんでしょ。そう、ヘッドの重さを感じれなかったら押せないから、うんうん、こうやって。なるほどね、そうだよね。そう、ヘッドで引っ叩くっていう感覚がなくなっちゃうね。なんか棒の真ん中で打っちゃうっていうかさ、うんうんうん、先端で打たなきゃいけないっていう感覚だよね、うん、そう、今のクラブって重量がないから、うん、こう溜めて放出するっていう動きの人って少ないのね。そのずっと昔から重量体が変わらないクラブを使ってる方で、うんうん、ちゃんと溜めて放つっていう人以外は、うん、今の最新クラブって軽いから溜めないでそのままビューンっていくんだよね。あ、そう、だから体の回転を加えて左手で引きつけてこうやって打つ人がやっぱ多いわ。ただそれももちろん完璧にやらないとどうしてもスライスが多くなっちゃったりするんで、そのボールの押し方っていうのは、押し方が分かんない人はまずクラブをこうやって自分が振られるクラブに、そういう動きをこうやってクラブに任せて打てるかどうかができて、この練習ができてくるとボールを押せるようになる。まずはそこからスタートしてぜひやってみてください。はい、今回はですね、ボールの押し方について、まあ、ちょっとしたヒントになる動画を撮ってきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンのよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。この度ワンナップゴルフのオンラインサロン始めました。セクシーショットありのマル秘映像ばっかりでございますので、ぜひ興味ある方は入会していただいてですね、知ってるあれっていうネタをですね、コンペとかで言っていただければと思いますので、ぜひご入会よろしくお願いします。